トベ史上最大のライブイベント。ナンバー・アイのパフォーマンスが視聴者に与えた衝撃。ナンバー・アイの最新ライブ配信。ファンが体験した感動と興奮の衝撃的な瞬間。ナンバー・アイのライブパフォーマンスが新たな高みに達した。その感動的な旅路は3月14日から17日までの日程で東京ドームで開催されたトベ初のコンサート。 トゥーヒーローズ、から飛べファーストスーパーライブによって象徴的なものとなった。このイベントは、ファンに感動と興奮をもたらし、特に最終日の公演がプライムビデオ公式 X で配信されたことで、広い視聴者にもその魅力を伝えた。キシユ平タ、紫ラ神宮寺ウ、ジングジユタの3人は、スーツ風の衣装に身を包み、ステージに向かう前のコメントでファンにエールを送った。彼らの意気込みトークは、ナンバー、 愛らしい小ボケも含まれ、笑いと感動を与えた。ライブ映像では、富士、Beyond Your Side、ゴートのパフォーマンスが特に注目を浴びた。空中に浮かぶナンバー、愛の壮大な登場シーンや、Beyond Your Side での被災地支援をテーマにした感動的な歌唱、そして、ゴートでの熱演は、観客の心をつかんだ。このコンサートは、音楽の枠を超えて、社会的なメッセージを伝えた。特に、Beyond Your Side は、 社会的責任の重要性を示唆し、音楽が人々を結びつけ、支える力を改めて示した。配信されたコンサートのアーカイブは、4月26日から視聴可能となる予定だ。ファンはこの機会を逃がさず、再びナンバー、愛の魅力に触れることができるだろう。ナンバー、愛のライブパフォーマンスは、単なるエンターテイメントを超えて、共感と希望を生み出し、人々に勇気と力を与えるものだった。 彼らの今後の活動から目が離せない。コンサートは音楽の楽しみだけでなく、社会的な責任を果たし、支援する力を持っている。ファンの間で、このようなメッセージが広まることを願ってやまない。ライブ映像のアーカイブが公開されるのを楽しみにしているかあなたのお気に入りのナンバー、愛の曲は何かそして、彼らのパフォーマンスから何を学んだかナンバー、愛のライブパフォーマンスが話題をさらった。富士。 Be on your side, go t といった楽曲のパフォーマンスが彼らの独特の魅力を再確認させるものだった。さらに、ライブ前の意気込みコメント動画も公開され、ファンを喜ばせている。トベ初のコンサート、h ヒーローズからトベファーストスーパーライブは3月14日から17日まで東京ドームで開催された。最終日の17日の公演は、プライムビデオ公式 X で配信され、ファンはナンバー。 愛の意気込みトークや楽曲パフォーマンスを楽しむことができた。意気込みトークでは、キシユ平タ、ヒ陽、神宮寺優ジングジユタの3人がスープ風の衣装に身を包み、一言ずつコメントを述べた。この時、彼ららしいユーモラスな小ボケも披露され、ファンを笑顔にした。ライブ映像では、富士、ビーオンユアサイド、ゴートという3曲のパフォーマンスが公開された。特に、富士では、ナンバー、 愛が空中に現れる壮大な登場シーンが印象的だった。Beyond Your Side では、平野、神宮寺、北山博光、三宅県の4人が順番に楽曲を歌い上げる場面が感動的で、g o t では、おなじみのサビ部分を披露するナンバー、愛の姿が収められている。興味深いことに、Beyond Your Side は、令和6年に起きたの登半島地震の被災地支援を目的に制作されたプロジェクト。 トゥーヒーローズプロジェクト、アクトフォーホップイーのテーマソングだ。この楽曲では、ナンバー、アイの3人が作詞を担当し、トベの13名のアーティスト全員が、トゥーヒーローズ、名義で歌唱している。3月17日に配信されたコンサートは、4月26日からアーカイブ配信される予定だ。ファンはこの機会を逃がさず、アーカイブでも楽しむことをお勧めする。彼らの魅力あふれるパフォーマンスと意気込み、コメントは、 ファンの心を掴んで話さない。これからのナンバー、愛の活動にはど。